どうも、ジュエリーの元根本光一です。今日は1月11日土曜日になります。もう寒波です。ちょっとね、この時間になって暖かくなってきましたが、昨日の夜から今朝までは多分水戸マイナスだよね、これね。いやでもこれからもっとね、寒くなること考えると、今9時半ぐらいなんですけど、だいぶね、暖かくなってるよね。いやー、ほんと寒くて、いやこれは外の仕事の人大変だよね、これ中でよかったって話なんですけど、僕は。はい。いやね、これから、今日3連休でしょ、成人式までのこの3連休ってことで、明日成人式の人が多いの。もうね、2回目の成人式を迎えるっていうことを考えると、もうね、ほんと恐ろしいよ。まあ僕はね、2回目っていうかね、もう40だからって話なんですけど、2回目のね、成人式っていうと、いやー、もう20年前でしょ、俺は成人式行ったのが。いろいろ変わったよね。で、なんか成人式ってさ、毎年なんか騒ぎが起こるじゃないですか。なんでだろうね、あれ。なんか、まあ、今年は何か起こるのか分かんないけど、ね。あれさ、祝辞を述べる方もバカバカしくなっちゃうよね、ああいうことされると。いや、立場的に思うとね。いいんだろうけど、いや、良くはないな。良くはない。あれ良くないよ。ちょっと日本のね、まあね、毎回言ってるよね、こう日本の文化、より良き文化を広めましょうみたいな言ってるけど、あれはね、ちょっといかんですよね。ちょっと、いやー、なんかだってお祝いし、まあね、その人だけじゃないんだろうけど、あんなことするんだったら出なければいいのにね。わざわざね、なんかちょっと騒ぎっていうか、なんかちょっとね、市長さんバカにしたりとかさ、なんかいろんなことを起こす人たちがいるんだけど、あ、良くない絶対。まあ、自分がそういう立場になることがないからやるんだろうけど、まあね、だったら出なければいいよね、本当に。なんかそれは切に思う。なんか一緒に出てる人たちの方がバカバカしくなっちゃうもんね。まあちょっと、まあ大人なんで、もうね、成人って言うともう大人なんで、今すごいわけじゃないですか。二十歳だって普通のサラリーマン以上の年収を持ってる人もいるし、だけど一番思うのは人間になっていなきゃいけないね、成人としての人として、渡り合えるような人でなきゃいけないと思うんですよね。まあお金を持ってるっていうのは逆にそういうのを麻痺させちゃうっていう、若いうちからね、っていうのはあるのかもしれない。やっぱり礼節っていうのは大切なんじゃないかな、なんていう思います。僕が言うのも変ですけど、なんかそうだね、なんかそういうちょっと悲しい日本の現実だよね。まあ、それが全部じゃないんだけど、そういう人たちがこういるっていうね。やっぱりこう海外とかでそういうのないんじゃないかなと思うんですけどね。まあたまにいるんだろうけど、やっぱりね、そういうものっていうのはやはり、まあジョークとね、な神聖なる儀式っていうね、部分はちょっとわきまえて、やっぱ神の祝福っていう部分っていうのは、いや全く宗教感ないけどね。いやね、そういった生きてるというものっていうのは重要なんじゃないかな、なんていうふうに思ってます。はい、なんとなくね、なんとなく俺はああいうことできないので、間違っても、早く終わらないかなと思うだけの話で、それなんか面倒くさいことしたくないし、それだからやったから何みたいな、ね、形なんで、はい、いう感じです。今日の心がけです。
今日の心がけ、明るい挨拶を交わしましょう、明るい挨拶を交わしましょうとね、いうことです。まあね、挨拶ネタ最近多いよね。やっぱね、おはようございますとかね、まあ、もう反省だな、あんま言わないよね。昔ね、この接客のね訓練みたいなのがあって、知らない人だ、知らない土地に行って知らない人に挨拶しましょうみたいな。で、挨拶を交わしてくれるかどうかっていうのはその人の持ってる、まあ、覇気っていうかね、ものであり、それで挨拶を返してくれないっていう訓練だった。要は普通の人ってね、すごく冷たくされるけど、店頭でもそんな感じですよみたいな。見ず知らずの人が来るんで、その対応っていうのは覚悟しとかなきゃいけませんよっていうね、対応なんですよね。でね、挨拶、やっぱりね、明るく挨拶してくれると、挨拶してくれ、し直してくれる人の方が多いっていう、事実があるんだけど、やっぱりね、自分が臆してるとね、ダメなんですけど、挨拶って毎日してると自然と挨拶してくれるようになるみたいなものがあるので、ね、初めてでおはようございますって言ったところで返してくれるわけがないっていう話ですね。なので、ね、どこそこの誰々みたいなの分かんないんでしょうけど、おはようございますみたいなのがあるとね、いい、もうそれ続けるっていうことが大事っていうことで、まあ、その中でもやはり、まあ、トーンがあったり、まあ、声の大きさであったりっていうのがあるので、ぜひですね、明るい挨拶で朝スタートするとね、気持ちがいいってね、いうのありますんで、ぜひですね、今日の心がけ、チャレンジしていただければななんていうふうに思います。はい、今日の根本さんなんですけど、今日の根本さんはですね、今日、昨日、今日、昨日じゃない、成人式に向けて9日から昨日、一昨日にチラシが出てます、水戸本店の方では。あとは鹿島の方でも出てるのかな、出ておりまして、成人式ということで、新宿を中心に、うちちょっと伊勢志摩からですね、新宿ですね、直接行ってるんで、新宿は結構自信がありますんで、僕がパールマスターってことでね、メンテナンスマスター、パールマスターってことで、持っておりますので、まあ、ひときわいい新宿っていうのを、ご提供させていただいておりますので、比べてみてくださいっていうね話です。ぜひですね、新宿っていうのがありますのでね、新宿フェア開催中でございますので、ぜひお立ち寄りください。僕の方は、本部の方におりますので、まあ、水戸の方にね、おりますのでね、お声かけていただければというふうに思います。では今日もですね、宝石のキラキラとした輝きに負けないような一日になりますように、お祈りしながらスタートしたいと思います。よろしくお願いします。